はい、ということで今日もですね、ロシアのウクライナ侵攻なんですけれども、今日ちょっとね、プチ久しぶりにあれです、あれ。何かっていうと、あれっつってわかんないって話なんですけれども、何かっていうと、ロシアの諜報機関、だからまあ、プーチンが言った KGB ですよね、そこの後継機関の諜報機関、FSB ですけれども、ここで現役のですね、アナリスト、そこで、ね、今も働いてる人からのリーク情報、何回かやってますよね。メールをですね、フランスにいるロシア人に送ってるんですよね。まあ、情報を流してるというね。これのメールの15通目です。このチャンネルではですね、今までちょっと12通目まで紹介してきたんですけれども、これ13通目とかね、来てるんですけれどもね、13通目ちょっとね、いまいちね、そんな取り上げるほどでもないかなってことはやんなかったんですけれども、13通目ね、これ。でもちょっとね、今日15通目やりますけれども、15通目紹介した後にちょっと13通目、もうちょろっとだけ手短にやっていこうと思います。14通目はですね、そのうち公開されると思うんですけど、まだ公開されてないですね。っていうことで今日はですね、15通目です。で、簡単に言うとこれどんな内容だったか、まあ今日紹介するんですけど、どんな内容かっていうと、これがですね、ロシア国内でですね、自分の国の中で偽旗作戦、これをですね、しようとしてるって話です。偽旗作戦、これ皆さん知ってる人も多いですよね。何かっていうと、だからまあ簡単に言うとね、自演自作で、例えばですね、自分で自分の軍を攻撃しておいてですよ。でもね、敵のね、軍がやったってことにして、で、それをですね、口実にして、怒って、相手に戦争を仕掛けるっていうね、そういったのがまあ偽旗作戦ですね。簡単に言うと、自演自作、もちろん、バレないようにするんですけど、自演自作のやつ、これが偽旗作戦ですけれども、今ですね、ロシアがこのね、偽旗作戦を自分の国内でやろうとしてるって話なんですよね。簡単に言うとね、そんな感じです。で、まずね、今日の話をするちょっと前知識として、これ説明させてほしいんですけれども、何かっていうとこれ、今更ながらなんですけどね、ロシアの軍隊がつけてるマークありますよね。何かっていうと、これです、これ。Z です、Z。これですよ。だからこういった感じでね、これ、車両かなんかで Z ついてる。これ多分皆さん知ってますよね。で、この Z の意味ですけれども、皆さん知ってますかね？僕ちょっとね、どのぐらいの人がこの Z の意味知ってるかちょっとわかんないですよ。で、実はこのね、ロシア軍つけてる Z のマークですけれども、これ公式にはですね、この Z の意味っていうのは、未だに発表されてないんですよね。だから、本当の意味知ってる人って本当はいないはずなんですよ。いないはず。ただね、言われてるのがあって、これね、一応、ウクライナ政府、だからロシアが Z つけてるんですけれども、ウクライナ側が発表してるのはね、これあるんですよ、これ。ウクライナ政府側が、2月27日にツイッターで発表してるんですけれども、これね、Z はね、何の Z って感じなんですけど、これね、実は Z 以外にもいろいろあるんですよ。Z、そして四角で囲まれた Z とか、O とか V とか X、A もあるんですよ。で、これをね、ウクライナがツイッターで発表してるんですけれども、こんな感じです、これ。これが、Z はですね、ロシアの東の部隊ってことを示してると。で、四角で囲まれた Z っていうのは、クリミアから来た部隊、これを示してる。そして O は、ベラルーシから入ってきた部隊。で、V は海兵隊、X はチェチェンの部隊、A は特殊部隊っていう風にね、まあそういう風にね、ウクライナ発表してるんですよ。ただこれが合ってるかどうかってはっきりしてないんですよね。で、ウクライナね、こういった感じで Z っていうのはロシアの東の部隊って言い方してるんですけれども、その印だってことでね。でもね、なんかこれね、一応ロシアメディアだとこれ違うこと書いてるんですよね。ロシアメディアの推察だとね、この Z っていうのはロシアの東のザパドニーっていう都市かなんかがあるんですよね。そういったエリアの名前があると。ザパドニーってことで多分頭文字が Z なんですよね。っていうことでそのね、ロシア西部のザパドニー、ここのね、軍の管轄から入ってきた、まあ、ロシアの西部からウクライナに入ってきた、ね、そのザパドニーってところが入ってきた部隊がこれ Z になってるってね、そういうふうにロシアメディア言ってるんですよね。だからちょっとウクライナの言ってることちょっとだけ違うんですけれどもね。で、あとですね、たまに見る、このね、Z の次に見るぐらいなのが V っていうのがあるらしいんですよ。ちょっと僕知らなかったですけれども。で、V の方は何かっていうと、さっきはね、西部、ザパドニーから入ってきてるのが Z だったの。V の方は何かっていうと、今度はね、東部の方から入ってるってことかな。ロシアの東部にボスモドロムってとこあるのかな。こっから来てる軍が V だとね。まあだからもしかしたらね、本当にロシアのね、東部とかだったら遠いからね、車じゃなくてヘリとかについてるかもしれないですね。ちょっと後で調べておきます。で、あとですね、これザパドニーかもしれないんですけど、ロシア国内ではですね、いろんな意味がこう、追加でね、意味が乗ってきていて、あと言われてるのが、このね、Z っていうのは、勝利のためにってね、そういった Z だって言ってるね、そういった意味も広がってるらしいんですよ。こんな、ロシア語で言うと、ちょっと読み方わかんないですよ。読み方わかんないけれども、これ書いてある通り、ザ・ポベドゥみたいなね。うん、だからこれ、フォー・ビクトリーだからね、Z はこれ、フォーになるんですけれどもね、フォーってつけるかなって思うんですけれどもね。ビクトリーの V だったらわかるけど、4のところが、P
ちょっとわかんないです。まあとにかくね、そういったね、勝利のためにって意味もね、追加でちょっと付け足されてるね。それが Z だとね。っていうことで、まあね、未だにちょっとね、ロシアでも何が本当かっていうのは、ね、発表されてるのかわかんないですけれども、そういった感じでこうね、Z とか V っていうのはロシアでそういうふうに言われてると。で、これからですね、そういったこともあってかこれね、今、ロシア国内でもなんか至るところにですね、これ Z とか、まああとたまにね、V っていうのも現れてるらしいんですよ。これ、こんな風にです、こんな感じ。こんな感じで Z とか V っていうのが、まあ Z が多いんですけれども、これ、街中にこんな感じでもあるし、あとこれ、T シャツです、T シャツ。そして、自動車のステッカーにもなってるっていうね、Z がね。あと V もこんな感じで、V こんな感じで出てます。これは街中にあるらしいんですよね。僕ちょっとモスクワに行ってないんでわかんないですけど、モスクワにね、てかね、モスクワに限らず、ロシアの至る街にね、こういったのあるらしいんですよね。そういうふうに言われてるし、まあ写真もいくつかあるとね。で、ちなみにこのね、これ Z 見です。これ Z、これ。なんか、ストライプのね、ストライプの色ついてるじゃないですか。なんか、模様っていうか、Z に。これね、なんか、宗教的なね、模様っていうか、宗教的な模様か宗教的な色らしいんですよ。こういった感じでね、そういった宗教とも結びついてるってね、まあ、ロシア正教のことなんでしょうけど、こういった感じなんですね。あとですね、この下にちょっと、ハッシュタグあるじゃないですか。シャープのやつ、シャープ。で、これになんか、ロシア語で書いてありますよね。で、これがなんて書いてるかって言ったらね、なんかこう、私たちはこう、私たちの人々を、なんか、人を諦めないってね、そういったこと書いてるらしいんですよ、ロシア語で。まあ、こういったハッシュタグとこの Z は関連付けられてると。これね、どういう意味かっていうと、まあ、わかる人もわかったと思うんですけれども、今回の戦争ってのは、まあ、ロシアがするとね、こう、特殊作戦みたいになってるじゃないですか。どういった作戦かっていうと、東部のですね、東部のロシア系の人々を解放するっていうね、まあ、守るでもいいですけども、そういったことがあるんで、これね、こういったハッシュタグをつけて、私たちは人々を諦めないっていうね、そういった関連付けさせられてると。まあだからすごいちょっとプロパガンダというかね。まあ僕からするとそう思っちゃいますよね。そういった感じになってるんですよ。ロシア国内ではね。こんな感じです。で、これがね、今ですね、元々の意味はこうね、ロシアの西部っていうだけだったんだと思うんですけれども、ちょっとね、意味がいろいろ足されて、で、Z っていうのがね、いろいろこう街中とかにいっぱい出てると。なんでかっていうと、国民のですね、こう、なんか意識、戦意を高めるみたいな感じだと思うんですけど、そういったことでね、いっぱいこう出てるとね、街中にも。ただこれがですね、やっぱね、こう、戦争反対みたいなロシア人もいるわけじゃないですか。ってことで、一定数ですね、この Z とかね、まあ、あと V ですかね、Z とか V に嫌悪感、嫌がる人っていうのもロシア人でもいるみたいなんですよね。まあ、そういった状況が今ね、ロシア国内にあると。ここまでがちょっと長かった。長かったんですけど、前知識です。すいません、前知識長かったんですけど、前知識ここまでです。で、ここからやっとですね、今日紹介したい15通目のメール紹介していきます。これだから、ロシアのスパイね、ロシアの諜報機関に勤めてる人が外部に出してくれてるね、そういった内容らしいんですけれども、これが4月8日に来たメールで、ちょうどですね、ほんと数時間前にね、なんか英語に翻訳されて公開されてましたね。っていう感じです。で、タイトル、メールのタイトルが日本語で言うとですね、迫り来るロシア国内での偽旗攻撃、偽旗作戦でもいいですけれどもね、ターゲットはZ と V のマークがついたアパートっていう感じでね、そういったタイトルだったんですよ。ちょっと分かった人もいると思うんですよ。これ何が起こるかっていうのね。ただなんでこういうことをするかっていう理由まで説明しますんで、ちょっと見ていってくださいね。はい、ということで、じゃあちょっとメールの本文読んでいきます。これからですね、こう書いてあります。このような事態にならないことを望んでいたが、残念だ、点点点。ロシアの民間インフラに対する極めて具体的なテロリスクについて警告を発してもらわなければなりません。っていうことで、ロシアでテロが起こるかもしれないっていう警告を出してほしいっていうふうに言ってるわけですよ、これ。で、どういうことかっていうと、変化したことって書いてあって、何が書いてあるかっていうと、その後、ロシアでは一般的に地域によっても違うが、当局の予想に反して、車や建物の VZ マークに対する破壊行為が増加する傾向にある。ということでね、なるほどと。ということでね、国としてはね、こう国民をね、国民をこう一体化させる、繊維とか高めるためにこう Z とか V のマークをね、どうもこう推奨したらしいんですよね。そういったことなんてこう街中とかでビルとか車とかに Z とか V って書いてあるね。そういうのは増えてるらしいんですけれども。ただね、だから国としてはそういったことを意図してたんだけれども、これがね、でも逆のことが起きてると。何かっていうと、そういうね、Z とか V がついてる建物とか車が逆にちょっと破壊される事件っていうのが今起きてると。で、どうなってるかっていうと、国としてはそういったことを防ぎたいわけじゃないですか。それで、抑止力のレベルは、だから防ぐレベルは、ヒットラー時代のスワティカと同様、ファシズムを象徴するこれらのシンボルを破壊するロシア人に対する。だから、ロシアでこの、まあいいや、これほっとこう。まあ、とりあえずこういうのも書いてあって、で、ね、そういったね、事件を抑止するレベルは、すでに全ての部署の能力の限界に達しており、だからですね、防ごうと思った防犯みたいなことをやってたんだけれども、それがちょっとね、事件が多すぎて、なんか防ぎきれなくなってきてるってことですね。で、続けて、
この手の捜査は非常に重大な犯罪を扱うかのように行われ、いかなる資源も惜しまれていないのである。ってことで、結構ね、これ Z とか破壊しちゃうと、かなりこう重大な事件としてすごい探されてしまうとね。で、捕まってしまうと、拘留や残忍な拷問など、法律をはるかに超えたレベルの対応がされている。かなり厳しく罰せられているとね。で、このような破壊行為への対応を、テロ対策のレベルにまで高めたいという考えがあるのだろう。形式的には我々 FSB の管轄外であるにもかかわらず FSB は全面的に協力を迫られてきたっていうことで、多分ね、普通だったらこういうのね、だから建物とか壊してるわけだから警察とかが対応するはずなのに、なぜかですね、ロシアの諜報機関のね FSB が対応に追われてると、まあ、だから犯人探しの協力をさせられてるってことでしょうね。で、次に書いてあったのが、そして今必要なのはいわば指針の確保であるって書いてあるんですよね。まあ、直訳すると指針の確保なんですけれども、なんか英語でですね、セキュア・ザ・アジェンダって書いてあったんですよね。ちょっと訳し方分かんなかったんですよ、うまくね。これなんかだからアジェンダって言うとね、こう方針とか指針とかそういう意味ですからね。なんかそういったね、安定的な方針とか指針の確保が必要だって感じになるんですよね。で、続けて、今 FSB にある部署の指示で、特にシンボル破壊の多い地域で住宅用の建物、できれば独立した建物に大きな V と Z のシンボルを書く作業が開始されている。だからこれ、でもちょっと変ですよね、これ。だからね。あれですよ、だから Z とかね、V って書いた建物とか車が破壊されてる、そういったことが、そういった事件が多い地域でむしろですね、これ、V とか Z の、そういったものを書くっていうね、指示がね、余計行われてると。だから、反 Z みたいなところでよりですね、Z っていうのを書けっていうね、そういった指令が行われてるってことなんですよ。で、そういったね、指示を受けてやってるのはこれね、FSB、諜報機関がやってるってことなんですよ。このね、理由、後でちょっと分かっていきます。で、続けて、また、特にクリミアとベルゴロドの国境地帯には特に重点が置かれているってことで、まあ、クリミアね、皆さん知ってもクリミアですけれども、このね、ベルゴロドってとこどこかっていうと、ここです、これ。地図。ここです、これ。これわかります？要はね、ウクライナとロシアの国境に近い町ってことなんですよ。クリミアとベルゴロド、ウクライナの国境近い町に、なんか Z とかね、V をかけて指令が出てると。で、こうあります。テロの脅威を高め、秘密動員、確保、徴兵、予備役の大量契約の準備に対応するための破壊工作攻撃の対象となるのは、これらの対象物なのだ。って書いてあるんですよ。これだからね、おそらくですね、こういったところでですね、ロシアの諜報機関が、ロシア国内でテロを自作自演で起こして、しかもこれね、Z とか V の建物を標的にして、こう爆発とかさせるってことだと思うんですよ。で、これね、今言ったようにね、自作自演でやるんで、これ犯人が必要なわけですよね。本当は自分でやってるんだけれども、なんかこの人たちがやったって犯人必要なんですけれども、もちろん誰を犯人するかっていうと、もちろんこれね、ウクライナがやったってことをするわけですよ。で、なんでそういったことをね、やるかっていうと、狙いはですね、だって国内を爆発させるわけですからね。なんでこれやるかっていうと、狙いは、さっきあったですね、戦争反対ってこう、Z の建物とか車を破壊するようなやつがいなくなるようにってためなんですよ。要するにこれですね、国民全員がですね、ウクライナを憎むようになるってね、そういうのを持っていくってことなんですよ。そういったためにですね、やるってことなんですよ。そして、しかもですね、さらにこれ今あったようにですね、兵隊に行きたいですってね、そういったね、応募するやつ、これを増やすってね、そういったためもあると。こういった二つのためなんですよね。だからなんかやたらこうね、国内で戦争反対つってね、言ってるやつ、Z とかの建物とかね、車を壊すやつですけど、こういったやつらを減らすと、ウクライナひどいってなったらね、もう Z とか壊すやついなくなるじゃないですか、ロシアの中で。で、プラス今あったらね、俺も戦うって言ってね、今ロシアは兵隊募集してますからね、俺も戦うっていう人を増やしたわけですよ。そういった二つの理由からこれですね、国内でテロを起こすと。しかもね、Z とかそういった建物を爆発させて、ウクライナがやってる見せかけるとね、すごいこと考えてるなっていうね。で、これ別の箇所はっきり書いてありましたけれども、国を統一するため対外戦争への支持を喚起するためって書いてありますね。やっぱこういったために国内で自作自演のテロを起こすと。そういう感じなんですよね。でもこれ本当だったらかなりすごいですけれどもね。で、続けてこうあります。しかもこれね、現地の同僚、かっこ FSB には知らされないし、計画された被害や死傷者がどの程度になるのか予想もつかない。ただ、このようなテロ攻撃や何百人もの民間人の犠牲は、この計画の策定者のどんな予測も超えた結果を引き起こす可能性があるだろう。ただまあね、これ、どんな予想外の結果を招くかっていうのは、これ、例としても書かれてなかったですけれどもね。そして続けてこう書いてありました。最近大きな V と Z のシンボルが、クリミアだけでなく、ベルゴロド地方の国境地帯を中心とした多くの住宅ビル、特に高層ビルに描かれた。ちょ、怖いですよね。高層ビルを壊す気なのかっていうね、わかんないですけども。なんかそういうふうに書いてありましたね。なんかそんな感じですよね。で、
これらの対象は地域の FSB 事務所からの注意を集めなければならないって書いてあるんですよね。だからこれね、さっきもあったように地方の FSB にはこういったことをやるってことは言ってないわけですよ。言ってなくて、今あったようにビルとかに Z を書いてると、これを爆発させるわけでしょ。でこれをなんかね、地域の FSB が気づく、注意を集めるようにしなければいけないっていうから、多分ね、地方の FSB の人たちも騙してなんかこう国全体盛り上げるって感じですかね。そういった風に考えてるって感じですかね。でですね、今紹介してるメール、このメールを書いてる人っていうのはこういったテロとかをね、起こってほしくない、起こってほしくないからこういうの暴露してるわけですけども、そういったこともあって続けてですね、こう書いてあります。地域の FSB の職員たち、すべての責任は空想の内部の敵だけでなくあなたにも転嫁されるのです。私たちの誰もデモのような威嚇行為や、ましてや人がいる住宅地の爆発など望んでいない。だからですね、これ地方の FSB の人たちに向けてこのメールをね、伝えてほしいんですよね。それで暴露してると。まあそんな計画があるからね、地方の FSB の人ね、知らないと思うけれども、その人たち気づいてくださいって言ってるんですよね。で、なんだったらですね、そんなことが起こったらお前にもとばっちり行く可能性もあるぞというふうにね、警告してると。だから防げって感じなんですかね。で続けて、このシナリオが実行されれば完全に狂気のプロセスが始まり、すべての人に影響を与えるだろう。この警告はそのような建物の居住者が地方の FSB 事務所に訴え、それらの建物のセキュリティに対する管理強化を要求する直接的な根拠となるはずであるって言ってるんですよね。だからね、こういった風にメールを拡散してこの情報を知った人、これだから一般の人もね、このメールをね、こうどっかから聞いたらですね、もうあなたのね、地域の FSB 事務所に駆け込んでテロの可能性を伝えると、伝えてなんかね、管理体制を強化してもらえって言ってるんですよね。このビル爆発されるかもしれないんで、 FSB の人のとこ行ってね、ちょっと見てくださいって言えっつってね、そういう風に言ってるんですよね。はい、ということでね、今日のメールって言うとだいたいこんなところなんですよ、内容って言うと。でもね、これもうね、思うのはこれ、今んとこね、いろいろ紹介しましたけど、今んとこね、こう言ってるようなポーランドの攻撃っていうのまだないし、いいことなんですけれども、ただね、そういったことまだ起こってないですけど、ただこれほんとね、言い方悪いですけど、小説としてもすごい面白いっていうかね、それもちょっと紹介してるところもありますけれども、もちろん本当だったら偉いことだから紹介してるってもあるんですけれどもね、これ、このメール。一応これね、毎回言ってますけれども、ファクトチェックっていうのも行われていて、ファクトチェックによると一応これですね、本当に FSB の内部からこう情報をね、出してる可能性が高いってことになってますからね。はい、ということで、15通目。今日の15通目はこんなところです。で、最後ちょっとおまけです、これ。紹介しなかった13通目の内容なんですけれども、これね、どういった内容だったかっていうと紹介しなかったんですけれども、これがですね、簡単に言うと、ドイツではですね、これもニュースになってましたけれども、ドイツではロシアのガス会社、多分ね、ガスプロムだったと思うんですけれども、ガスプロムを追い出されたと。言い方から言うと資産の凍結が行われたんですけれども、これね、なんかね、今もこれドイツってのはね、ガスプロム、ロシアのガス会社ですけども、ガスプロムからね、ガスは買ってるんですけれども、なんかこれですね、ドイツ現地にガスプロムのですね、子会社みたいなのがあったみたいで、で結構な規模だったみたいなんですよ。で、ドイツにもうガスを貯めておくね、貯蔵庫とかね、いろんな倉庫とか、あと事務所とかいっぱいあったみたいで、まあそういったね、ものがいっぱいあったんですよ、ドイツに。ガスプロムの子会社としてね。で、それをこう、ドイツがですね、資産凍結って感じで取っちゃうってことになりますよね。それで、そういったね、情報を、実際にこれ、資産凍結になる前に、ロシアの諜報機関がどっかですね、入手したみたいで、まあほんとね、2日3日前だったらしいんですけれども、それで、今ね、ロシアの機関が、そういった世界各地で、どっちに限らないですけども、資産をね、凍結されたくないんで、秘密裏にね、名義変更を急いで、だから会社の名義とか持ち物の名義とかをね、急いで、凍結ね、制裁がね、されないだろう名義に変えてるっていうね、そういう情報を暴露してたんですよ。なんかね、言い方としてはね、2、3週間前の話なんですけれども、今、ロシアの最優先事項っていうのは、戦争じゃないと。何かっていうと、そういったね、ロシアが海外に持ってる資産の保全だと。凍結されないように名義変更してるってね。だからそういったことがすごい今、とんでもない大規模で行われてるんで、それですね、みんなに拡散してくださいって、そういうメールがね、この FSB からの流出情報、暴露メールの13通目だったんですよね。なんかまあちょっとそれいいかなと思って紹介しなかったんですよね。なんか規模としてはですね、なんか10ビリオンダラーズって書いてありましたね。だからね、まだほんと1兆円以上ですよね。1兆2000億円ぐらいとかね、そういった規模で行われてるってその話でした。なんかまあね、動画にしなくてもいいかなって話ですよね。そんなところでした。これが13つ目でした。っていうことでね、まああとちょっとだけですか、あとちょっとだけ。で、この Z はね、まあこういった感じになっちゃってるじゃないですか。なんか Z はこう、ロシア軍みたいな感じでね。そういったこともあって、海外とかではなんかね、日産のフィアレディ Z。だからこう、Z ついてるじゃないですか、Z これ。こんな感じでね、フィアレディ Z。で、これがちょっとね、なんか
やられちゃうんじゃないか、壊されるんじゃないかということで海外で怯えてる人がいたりとか、あとね、スイスの保険会社のチューリッヒ、これまあもともと都市の名前ですけれどもね、これは Z なわけですよ、これ。シンボルマークが Z っていうことで、で、これがね、もう全部変えるわけにはいかないんで、でもとりあえずね、スイスの保険会社のチューリッヒは、SNS の、多分 SNS のアイコンかなんかなんでしょうね。それをね、Z から変えたらしいんですよね、とりあえず。そういったことも起きてるとね。はい。ということで、今日はこのところでございます。まあでもね、どうなんでしょうね、これね。今日だから、ロシア国内でバーンってね、なるかもしれないって話でしたけれども、こういったのが今拡散されてるみたいですから、起こらないかもしれないですよね、これ。流出してますからね、情報が。はい。こんなところです。